あんまり考えたくない。そのなんだろう、考えたらもう出来上がるものが完成、出来上がってるから、最初からなんかこう俺が撮っても仕方がないっていうか、新しい気づきを得たくて、で一応フィルムじゃない形で撮ってるから、だったらいろいろと、とにかく一瞬考えてそこから撮るっていうのをこうわーって繰り返して、なんかね、こう気づいていき、気づきを増やしたいっていう時期かな。でも実際本当はいい写真って30枚に1枚ぐらい本当は撮れるって言われてて、だからそういう意味でのいい写真は、まあ自分の中でのこうなんだろう、80点とかはまあ継続的にちゃんと撮り観察し続けて撮れ続けたら出会えるかなっていう感覚はあって、で本当にたまになんかこの写真は大体偶然なんだけど、でもこれは撮れたぞみたいな時は本当に週1回あればいいかなみたいな感じかな、結局写真ってその時代のものを写してるから、今の状態の中で何か新しいものが撮れんかなみたいな感じで、まあ、やってってる。